最夜吉曜は、南日本放送報道局アナウンス部長、アナウンサー。滋賀県大津市出身。私立東山高等学校、関西大学卒業。中学から大学まで一貫して放送系のクラブに在籍。大学生時代は、海賊放送研究会で活動し、1982年に MBC へ入社。同期には、上野智子がいる。 血液型は A 型で、うねちゃんというニックネームで有名。MBC ラジオのアニメでゴーゴーでは番組内でアニメキングと名乗っていた。アニメでゴーゴー終了後は、サイヤが司会を行う上山すずめ番組内で金曜日16時から放送されているミニコーナーお父ちゃんのアニメソングにおいて懐かしいアニメソングを扱うという趣旨で受け継がれている。 また、ラジオ番組中では、うね神様と呼ばれたり、自ら名乗ったりしており、城山すずめ番組内ではリスナーから求められた、数々のご祈祷を行っている。2011年からアナウンス部長を務めている。実刑は、西日本放送ラジオセンター長のうねのとものぶ。若手の頃、深夜のラジオ番組のパーソナリティを務めた時に生、放送中であるにもにもかかわらず、はがき投稿者の品の、 悪さにハガキを破りながら激怒したことがある。また、中高校生のリスナーがある音楽を聴いて、思いついた物語を書くコーナーを代役で担当した時、放送中、素人相手に、つまらないなどの告評をしたこともある。新人当時に、ある番組で、ロッキード実験後半中だった田中角栄の事務所に電話で取材をしたことがあったが、最後に、頑張ってくださいと言ったということがあった。 ありがとうございます。